感じのいいとこでしょ。よっしゃー、オッケー、よっしゃーだけやね。一応洋服でガチッと効かせて、行けるときしか行きません。2、2、3、4、5、6。風がないからまだいいですけどね。この日本でね、この日本にね、氷に突き刺してね、それで断ち切らないから。まずそれから練習。そう、見つかった。しょうがないね。やっぱりいいですね。すぐ行きます。ちょっとアイデアの紐を。あ、どうぞどうぞ。待ちます。はい。ついでにお水入れる人を入れてもらって、1枚また脱ぎたい人は脱いで、体温調整してください。1枚でよかったら。風ないもん。風がないですね。なんかやっぱり、メリットもあるんでしょ。いや、締まりすぎがあるんですね。締まりすぎ、デメリットの方が。もう今ほとんど売ってないでしょうね。売ってないです。スパッとできるから、外れやすいとかもあるんやないやろ。何ステップって言われました。6ステップ。え、ピック、はい、ピックステップ。足の先をね、こうやって足の先を先に出る。あれも阿蘇に、なんか阿蘇みたいですね。ねえ、阿蘇の中岳。中岳。じゃあこれ外輪？こう外輪です。外輪。これは樹氷でしょうか。ちっちゃいけど、お、結構あるじゃないですか。結構あります。おお、樹氷が、樹氷、いいね。樹氷です。これは降り積もったやつやね。
綺麗じゃないですか。綺麗綺麗。おお、トンネルじゃないですか。トンネル。いいね。トンネルだ、トンネルだ。頭注意です。これ。はい、今日よかった。来てよかった。おお、ええ、すごいすごい。黄色のマフラーかっこいいね、それ。そうですね。それかっこよすぎるよね。これタオル。タオル。猫だけの山頂。はい。の山頂なんで。もう向こうの山頂なんで。モデル寮。ボランティアでお願いします。やっぱり山はカップヌードルですね。いや、カメラに向かってコンマーシャルですね、カップヌードルの、うん、だから、あのヌードルからお金もらおうと思ってるね。あ、私もカップヌードルで皆さんも食べましょうね。あ、すごいこれ。写真撮ろう。テレビやるかと思う。ようこれ下行ったでしょ、ここ。うん、行きましたよね。どうやって行くんですか。いや、覚えてない。じゃあ、あの辺まで行ったんですか。あの辺まで行った。え、あの辺まで行った。うん、なんかそうとその尾根をこう行ったですよ。ね。あの、こう、3つポツポツあって、どれが祖母ですか。一番高いのが真ん中、真ん中。はい。で、一番こっちの左側にポクツンと今出てるのが傾きです。はい、傾き。はい。傾いてるから傾きちゅうんですか。結構傾いてるんですよ。あ、なるほど、はい、傾いてます。右はこっちはね、いろんな山があるんですよ。3、4、4個ぐらいあって。わ、はい、かりました。1人入ってない人もありますよ。どうですか。右の方向で考えますから。ちょっと反対じゃないってよ。反対ゴンゴンに考える。ちょっともうちょっと待ってください。ちょっとあるけど届かないところがあるから。カニあるか。ザール絶対離さないようにね。ぶっこけてもザールだけ離さないようにね。ぶっこけたらザールだけ離さないように。ザール先に持ってから来てね。
猫だけ初めてじゃないでしょ。初めてではないですね、はい、だからもうずいぶん昔の話だからずっと重曹今日の猫だけはいかがですか。あ、素晴らしかったですね。もう過去の雲泥の差ですね。まあ季節が違ってたからね、多分、春ぐらいだったと思うんだけどな。どこが良かったですか。今日はこのほらこれが良かったじゃないですか。樹氷、樹氷っていうか無氷っていうか、無氷、無氷っていうか、待ちに待った雪のシーズンです。ああいいな。体温調節です。山が見えますよ。面白いですね、形がね、いいね、魅力的やね。ねえ、